今回のテーマはこちら。ガチのメンヘラと付き合った時の面白エピソード。おお、メンヘラか。面白エピソードってこれまたどんな投稿があるか気になるな。じゃあ早速最初の投稿はこちら。彼女に弁当を作ってもらったのだが、海苔だと思って食べたら彼女の髪の毛だった。うでででで。髪の毛とか最悪だぜ。喉に引っかからなかったか？大丈夫か？自分の一部を食べてもらいたい。神経って、すごいよね。いや、愛情を確かめてるのかも。食べなかったら、どうして食べてくれないの？私のこと愛してないの？ってヒステリックにわめきそうだな。女。夜中に大量の LINE。からの送信取り消し。何がしたいの？あ、男がメンヘラってこともあるのか。夜中っていうのが、また迷惑な話よね。仕事で疲れてるのに、これされたらキレるんだぜ。いちいち通知が来るもんね。起こされた挙句に取り消して、メッセージ見れないとかなったら、腹立つわ。間違いないな。女。別れ話をしたら、謎のポエムで引き止められた。謎のポエムってなんだ？謎のポエムって。メンヘラってポエムを送りがちよね。私の心はあなたで埋め尽くされてる。なのに、あなたと別れたら、私の心は壊れてしまう。そう、まるで崖に落ちていくように。マリサってもしかしてメンヘラ？そんなわけないんだぜ。男。私の髪の毛が欲しいとせがまれた。え、なんで必要なんだ？最初の投稿にあったように、食べるのかも。これで私とあなたは一心同体。ふふふ。てか、うぅ。想像しただけでも恐怖なんだぜ。ガクブルガクブル。男。当たり前のように、ピッキングされた。うわ、怖。合鍵を渡さなかったら、勝手に家に入られてるとか、怖すぎるんだぜ。お帰り、あなたの帰りを待ってたの。誰もいないはずの家の中に、真っ暗な中人影があったら、叫びたくなるんだぜ。ひぃ。女、夜中にこっちの家まで来て、他の男がいないかチェックされた。うわぁ、これは嫌だなぁ。信用されてない感じが、嫌なんだぜ。今は一人だと言っても、誰かいるかもって、被害妄想をしちゃうんだろうね。俺、マリサ。今、お前の家の前にいるよ。完全にメリーさんね、これは。男、別れ話をした後、包丁を持って家に来たこと。怖すぎる、自前の包丁持って家に来るとか怖すぎる。もうこれは通報もんね。愛情の限度を超えてるんだぜ。メンヘラと付き合ったらすぐにドアを開けず、チェーンかけとかなきゃね。だな。女、付き合い始めた翌日に、婚姻届を書いてくれと持ってきた。気が早すぎだろ、交際1日目で結婚って。よく交際0日で結婚とか、してる人いるけど、あれは前から知ってる人に、限る話だからね。どんだけ結婚願望があるんだ。勝手に出されちゃたまったもんじゃないから、絶対に書かない方がいいんだぜ。そうね、知らないうちに、夫婦になってたら怖いもんね。それな。女、少しでもマイナスのことを言うと、今から飛び降りると言われてまいった。うわぁ、これじゃあ、別れ話もろくにできないんだぜ。別れ話したら、飛び降りたって話もよく聞くわよね。なんで別れただけで、命を投げ出すんだろう。これから出会いももっとあるはずなのに。きっと80代のおばあちゃんで、これから後に出会いがないのかも。いや、それはないだろ。最後の投稿はこちら。男、階段を正座しながら滑り落ちてきた。正座をしながら滑り落ちてきた。こいつすね大丈夫か？きっと鋼のように硬いすねなのよ。そんなやつ見たことねえぜ。私と別れないでいい。ガタ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 。そこで彼氏はこう言うの。正座の仕方知らないの？階段を滑り落ちてそりでもしてるわけ？ってね。いや、そんな冷静なやついないだろ。目の前で階段滑り落ちてんのに、そんな鬼みたいなこと言える男とか。私の目の前にいるじゃない。冷酷で残忍な人が。え？最後までご視聴いただき、ありがとうございました。もし、この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。